日本国民党代表指名手配議員の鈴木伸之です。いやー、イベント終わりました。やっと終わったんですが、今これからね、えー、今日鍵返しに行ったり、えー、手分けして、えー、いろんな、えー、終了するにもまたね、結構大変なんですね、えー。これから終了作業が始まってるところです。まあ、事務所にもね、 ちょっと行ってないんで、えー、今日日が暮れても行きたいんですけど、ちょっと選挙もあるんでね、えー、いろいろやることあるんですよ、鈴木も暇そうで。本当はゴローんとおー昼寝したいなと思うところなんです。でね、今日はね、えー、なぜ鈴木がのアジアのイベントをやってるかということ、これはホセ・ラウレル閣下鈴木。 閣下というのはこれはあの大東亜会議昭和18年11月5日今日ですよあの大東亜会議に集まった国々フィリピンもね集まっててフィリピン大統領ホセ・ラウレル閣下のお孫さんがデュテルテ政権下ではこの日本の中日全権大使として赴任されてたんですねいやこれはね本当意義あることですよ あの偶然じゃないですからね。で、ラウレル閣下とは何度もお会いしました。でね、あの、鈴木が言いたいことは、えー、日本は、昨日も、えー、昨日もっていうか、イベント会場で毎日訴えた。で、Go to the Philippines。フィリピン行こうと。なんでフィリピン行くかって。日本人はね、パスポート取らない。2割も取ってないんだよ。そうじゃなくてさ、 インバウンドで外国人を日本にどんどん入れるねそういうさ、なんかさ、内向きなのって鈴木嫌なんだよね。外へ打って出ようよ、外へ。アジアへ進出しようよ。ね海外旅行の、あの、インバウンドじゃないよ。ビジネスで出てくるよ。政治的にも、軍事的にも。大東亜共栄圏をもう一度ね、作り直す。 そのぐらいの気概気概ね。気概、気概。そのぐらいのものを持ってさ、アジアに出ていく。まずは、鈴木がで言ったのは台湾ですよ。そしてフィリピンだ。これらの海洋諸国と日本は非常に重要な、安全保障上もね、重要な結びつきを持たなきゃいけないんですね。え、台湾は今中国が狙い、 そしてフィリピンは米中で、えー、取り合いをしてるでその両方の国と日本は、えー、友好関係です友好関係をもう一歩進めるそういう思いを持ってね、えー、フィリピンとの、えー、友好親善を鈴木は進めてるんですね、えー、だからただ単にフィリピンのお姉ちゃんと酔っ払っと楽しいな楽しいよそりゃ <laughs> それは楽しいけどさ、えー、フィリピンには、えー、島国のあの綺麗なビーチでね、えー、泳ぎたいな、えー、そういうことだけじゃないんだよねフィリピンを中国には渡さないっていうことだよでアメリカの属国としてね、えー、日本が解放したんだけどね2年間だけだけどおアメリカの属国としてのフィリピンじゃなくてさ なんせ資源もあるんだよ人材もいるんだからただでスペインに350年アメリカに50年400年の植民地統治で戦後の79年ねアメリカの属国としてや,やっぱりさ日本とは違いますよだけど地理的にね重要な国だからえ日本は、えー、フィリピンをお 日本の側に引き付けとく必要もあるし、そしてなんせ資源も人材もあるんだから、フィリピンを開発する。それがね、これからの日本には必要ですよ。マーケットとしてもね、アジアのマーケットとしても、そして東南アジアの拠点としてもね、フィリピンという国と同じ海洋国家同士、強いツビシと付きをつける。 口先で言うの簡単だよ。口先で。でも鈴木は今回亀有で5日間イベントを打ちました。昨日も観光省から来ていただきました。フィリピン観光省ね。あの、口先だけじゃなくて、ちゃんと民間外交を実行してるからね。はい、これが、あの、鈴木がネトウヨだ、差別主義者だというのは簡単だけど、 えー、鈴木はやることやってるからあのー、昨日も勝須賀区議会の皆さん、えー、来てくれました、えー、やっぱりねこれはね、えー、ありがたいことですよあのー、公的にもねしっかりとした民間外交を進めないとさ、えー、いくら口先でフィリピン重要だあ安全保障上も妖怪の地だと言っても まず民間同士の交流が必要なんですよ。で、それを鈴木は実践してる。みんなの協力を得てね。で、亀有に、えー、いや、鈴木たちが想像した、予想した以上に、えー、フィリピンの皆さん集まってくれたし、あの、警察から怒られちゃったけど、自転車がね、<laughs> 公園の周りに自転車がいっぱい、えー、並んじゃったっ。 ねえー、これちょっと呼びかけてあの鈴木さん、えー、自転車だめだよ訪中車ってあのアナウンスしてね、えー、皆さん気をつけてくださいでもあのなんせ亀有リ,リリオパークは電車亀有駅に,、えー、に隣接してる公園でね電車で来てくれるそれにも便利だけどいや自転車にこうやって。 恋で、えー、いっぱい来てくれたってことは、自転車で来れる、カツシカガダ地区の、おフィリピンや日本人が来てくれて、いや、それ逆にありがたかった。ご迷惑ね、えー、交番の方にかけちゃったけれども、ね、でも、交番,交番の方はね、非常に、えー、丁寧にね、えー、丁寧に、えー、おっしゃっていただきました。そあのー、ちゃんとお配慮していただいてるんですね。消防署の方にもね。 えー、配慮してていいただいてありがたいですよく警備、えー、夜も警備して回っていただいてねだけど、あのー、自転車で、えー、大勢の人が来て自転車が溢れてて嬉しいじゃないですか葛飾、ねええー、江戸川で、ね、こうやって来てくれるといやあフィリピンとの結びつきそして日本の大東亜共栄圏作り直す作り直すぞ、ね、これを鈴木進めていきますから。 口先だけじゃないよ。ネットの世界だけじゃない。実際にやってんだ。ね。来年も選挙、鈴木やるけど、そのためにバッチが必要なんで、こういうのを自分で進めるためにもね。えー、皆さん、えー、鈴木を見ていてください。そして、応援、協力してください。